早急寺は、岐阜県関市にある、天台宗の寺院である。通称を、関吉光寺といい、正式名称より通称で呼ばれることが多い。本尊は、阿弥陀如来。美濃四国第21番。安桜山の麓に位置し、桜、紅葉の名所である。1753年、美濃国麦郡関村の章や、広瀬慎太郎が創建。1798年、 禅光寺別当の当順によって早旧寺にて、新修禅光寺の出会長が行われる。これが縁となり、上野東英山寛永寺住職の野の皇清し、法神皇から配慮した禅光寺如来を安置、禅光寺を模した本堂、階段が建てられることとなり、1818 18年に建立された。2019年8月より、 岐阜市のまちづくり団体人人の会によって企画され、2019年11月、現在岐阜県内の13カ所において行われている、金の御朱印企画に参加しており、毎月最終金曜日限定で、通常の御朱印とは異なる金をあしらった御朱印が発行されている。牛山義行全き、善光寺の歴史と信仰。宝蔵館、牛山義し善光寺の歴史と信仰。 構造館全工事本望大肝心、大肝心の瞑想、当順大層上 http コロンスラッシュスラッシュ www.47news.jp スラッシュ smp スラッシュ cn スラッシュ201511スラッシュ c n 2 0 10 1 5 1 1 2 1 0零0 0 0 9 2ト h t m l 上六とは、仏像の大きさを指し、立像で地上六尺、座像の場合は、 その半分程度の高さの像である。岐阜県ホームページ関市ホームページ関市、ホームページ近親者、玉聖院、岐阜信長神社、広志本寺、訪寺、稲葉神社、岐阜城、天竜寺、関義光寺,寺、森国幸寺、新町寺、鬼岩公園、九条八幡城の13箇所2019年8月29日付、 中日新聞庁管理阜県版16面2019年11月29日付、中日新聞庁管理阜県版19面。ありがとうございます。